問題です。森 FA、 高橋、メジャー行きます。平、 FA 必ずします。西部から選手が出ていく理由は何？何？暑いから。やっぱクソ暑いのは嫌なんちゃ。選手の寿命にも関わってきそうやし。寒いから。ベテランのおっさんやろ。栗山おかわりのたった2人で球団ぶっ壊したってことな。クソリッチ。1億円プレイヤーの数は12球団上位らしいからリッチやろ。リッチ金球場フロント全てがクソ。所沢とか東京圏やん。言うほどリッチ悪いか。クソリッチ。いや、自分の権利を主張する土壌があるというだけやろ。自由な風土があるんや。偶然反骨精神のあるやつが入ってくるし育つんや。秋山 95% 復帰するつもりだったが、提示があまりにも立った。金払いそんな悪いんか。西武は3億までは簡単に上がるけど、それ以上欲しければ他球団に行けばええってスタンスなんや。カズオ、西武戻ってきたけど黄金期来そうやな。せや、引退して監督になる準備したろ。2018年オフ浅村 FA 優勢メジャー、2019年オフ秋山メジャー、2022年オフ森友 FA、 2023年オフ山川多分 FA。 ひどくて草。大宮に移転しろ。西武大宮線を作ろう。ご視聴ありがとうございました。もしよければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。